仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはフランチャイズから学ぶ成功する会社の3つの極意についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日はですね、先日ついにという感じなんですけれども、はい、まあ、我々が経営する仕組み系株式会社が主催する、はい、エグゼットクラブと言ってるんですけども、高値で会社を売却したい方にこうどうすれば高値で売却できるのかってい もう仕組みを作りましょうというですね、はい、そういうことを勉強していく、エグゼットクラブ、出口のクラブですね、がありますけれども、それの、はい、ついに第1回の勉強会が開催されましたと。はい、ようやくですね。はい、ようやくですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、今回はですね、記念すべき第1回ということで、あまりね、こういっぱいこう、各、これからね、毎月やっていくんですけれども、一つの中にいろいろ詰め込むというよりは、1回1テーマでこう深く学んでいきましょうというところで、1回目はですね、フランチャイズの専門家である、高山さんという方をお呼びいたしまして、はい、その方のフランチャイズにの成功要因ですかね、はい、っていうのをいろいろお話をいただきましたと。はい、で、その中ですごいなんかまとまってて、よかったなと思ったのが、最新の米国フランチャイズから学ぶその仕組み化の8つの極意というものがありましてですね、はい、それを一つ一つ教えていただいたんですけれども、今日はその中から特に、ね、我々がお伝えしている仕組み経営で、はい、かなりこう際立ってここは重要かなって思ってるところを3つだけピックアップをしまして、うんうん、そうですね、うん、ちょっとね、それを、清水さんの方から解説を交えて、はいはい、お話をいただければと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。なんかあれですね、小山さんが8つまとめてくれたですね、はい、そのうちの3つということで、他の、他の5つももちろん 大切なんですけども、うん、特に僕らがいつもお伝えしていることに関連性が高いっていうやつですよね。はい、これなんでフランチャイズを今回やったのかっていうことなんですけど、あんまりこのポッドキャストでもあれですよね、フランチャイズの話ってしてなかったと思うんですけど。してないですよね、過去。はい、うん、ただね、その初めの一歩を踏み出そうっていう僕らのバイブルがありまして、はい、それの序章っていうか、初めにっていうところのですね、うん、最初の方に、この本の重要な点がいくつかまとまってるんですよ。4つまとまってるのかな、うん、?4 つまとまってるんですけど、そのポイントの2つ目にですね、成功率の高いフランチャイズビジネスから学ぶというテーマがあるんですよね。うんうん、で、ちょっとこの本に書いてあるのが、普通の会社って、創業を1年以内に 40% が廃業してると。はい。はい、これアメリカのデータでもちろん、日本じゃないんですけど、あと、ね、いろいろデータの取り方あると思いますけども、だいたいこんぐらいだと思うんですね。うん、一方で、フランチャイズの場合には、95% が生き残っている。ああ、すごい。圧倒的な差ですね。ここら成功を収めてるって書いてますか。はい。はい、廃業しないと、うん、で。さらに、5年後見たときに、普通の会社の 80% を廃業していると。うん、はい、よく言われますよね、こういう。そうですね。でも一方で、フランチャイズの場合には75% は成功を収めると。ああ、そんなに数字落ちないですね。落ちないですよね。うん、はい、というわけなんで、この初めの一本がそうの大きなテーマは、フランチャイズにしましょうっていうことじゃないんだけど、うん、なんでこんなに成功率が高いのって、そこから学ぶことはたくさんありますよねっていうことなんですよね。そうですよね。はい。はい、うん、なので、必ずしもフランチャイズしなくてもいいんですけど、そこからちょっと学んでいきましょうっていうのがありますと。はい、この今回のエグジットクラブのテーマも、それに近くて、はい、フランチャイズ化できるような仕組みを作っておけば、はい、こう永続できると。で、同じように会社が高値で売れるような仕組みを作っておけば、はい、売るとか売らないとかはそれはあくまでも選択肢であって、はい、売らなくてもいいんだけど、それを目指すことによってこう永続できるような仕組み化された会社ができると、うん、そうですね、というのは、ね、同じようなテーマで言ってますんでね。非常にこのフランチャイズから学ぶっていうのは、はい、とても大事だし、勉強になることが多いな、なることが多いなと思いました。そうですね。はい。要はフランチャイズビジネスで成功してるってことは、うん、要するに本部からその店舗なり何なりを経営権を買うってことなんで、もう売れてるってことなんですね。売れてるってことですね。
そう。なので学べることがいっぱいあります。うん、ということで。で、今回のイグジットクラブで、まあ、小山さんから海外のね、あのいろんなフランチャイズの成功事例ご紹介していただいて、はい。まあ、僕も一緒に、小山さんと一緒に、うん、アメリカのね、とあるフランチャイズビジネスの本部に行って、はい。まあ、その話もちょっとしてくれたんですけど、うん、まあ、日本のフランチャイズとはちょっと正直、かなり、言っちゃうけど、整い方が全然違うっていうね、あ感じがしますよね。はい、じゃあフランチャイズから学ぶのは日本のフランチャイズではなくて、米国のフランチャイズから学ぶってことなんですね。はい、そうそうそう、はい。なるほど。特にそれがいいなと思いますね。うん、はい、というわけで、8つのうちの3つご紹介するんですけども、はい、まず1つ目が、まあ、これ小山さん の, 言葉で言いますけれども、うん、ストーリーということですね。はい、はい、これは何かと言いますと、そのビジネスのブランドのストーリーだったりとか、うん、まあ、歴史であったりとか、ビジョン、ミッション、バリューっていうところですね。はい、この辺がきっちり語られる状態になっているかどうかっていうところですよね。うん、そうですね。やっぱりどうしてもフランチャイズって、なんかこう、ね、フランチャイズ参加すれば儲かるんでしょみたいな感じで、はい、儲かりますよって言って、本部がなんかそのシステムを言うみたいな。はい、イメージがあると思うんですけど、なんか楽して儲かる的な感じ。そう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 、はい、うん、それだとやっぱりね、まあ、思った以上に儲かんなかったらもうすぐやめちゃいますし、うん、なんかこう後からトラブルになったりね、儲かるって言ったら儲かんないじゃないかみたいになったりするんですね。はい、そのお金の関連性の前にやっぱりこうその会社との結びつきっていうのは大事だと思うんですよね、本部と、うん、はい、でこれはもう、普通の会社やってる場合も同じで、やっぱり単にお金のやり取りじゃなくて、その会社とかそのブランドとお客さんとのこう、もちろん心理的にっていうかこう感情的な結びつきが大事だと思うんですよね。はい、うん、まあ、それやっぱ作るためにも、こう会社の、ね、歴史とかビジョンとかミッションバリュー、まあ、この辺がちゃんと会う人たちと付き合うっていうですね。そうですよね。ところが大切だなと、はい、うん、この複数のアメリカの会社の成功要因っていう形で、小山さんの方からお話ありましたけれども、はい、もちろんね、そのマクドナルドとかスターバックスをはじめとして、いくつかこう、はい、お話しいただいたんですけど、全部成功要因がバラバラなんですよね。ああ、そうですね。で、バラバラなんだけど、はい、この、いわゆる考えるフレームワークっていうのは全て共通していて、うん、そのフレームワークに当てはめて何を考えるのかっていう、まあ、なぜそのバラ、フレームワークにか当てはめても、なんでバラバラになるかというと、それはそれぞれのストーリー、とか、うん、ヒストリーとかビジョンとかミッションとかそういったものが違うから変わってくるんですよね。そうですね。だ成功したやっぱどういう、うん、ね、理由はそれぞれバラバラなんだけど、そのフレームワークって要因というのはこう、うん、同じなんだなっていうふうにですね、小山さんのお話聞いてて思いましたね。はい、うん、そうですよね。確かに、まあどういう会社を作りたいかによってね、やっぱりどういう戦略にやるとか、どういう仕組み作るかって変わってきますんでね。はい、その外から見ただけじゃ分かんないって思いますね。そうですよね。はい。はい、で、これが一つ目、ね。はい、ストーリーですね。はい。はい、で、二つ目が、ジェネラルっていうことなんですけど、ジェネラル、まあ、これは、まあ、標準化っていうふうに訳した方がいいかなって思うんですけど、はい。ビジネスのやり方が標準化されていると。うん、ですね。まあ、これはもう、仕組み系のドストライクのテーマなんで、まんま言えばと思います。はい、今更くどくど説明はしませんけれども、うん、まあ、これができてないと要はフランチャイズは当然できないので、はい、まあ、ビジネスのパッケージ化をしましょうと。そうそうそう、うん、はい、まあ、この中に当然自分が、ね、依存しない形で、はい、自分も含めて人に依存しない形で、はい、誰がやってもできるようなそのビジネスパッケージを作って、はい、はい、やることによって、まあ、どんどんフランチャイズとして広がっていくということですよね。はい、そうですね、うん、はい、まあ、これが、ね、当然なければフランチャイズできないですからね。そうそうそう、うん、だからまあこれちょっと注意しないといけないのはあれですよね、単純に今やってるビジネスを仕組み化してフランチャイズ集めるとかっていうのだと、やっぱりそもそもね、収益性が高くないとね、1店舗目が、はい、ダメなんで。確かにそうですね。儲からないビジネスをフランチャイズしてもしょうがないです。そうそうそう、仕組み化は、ね、売り上げ上げるのも仕組みなんですけど、はい、ちょっと売り上げ上がって利益上がってるやつを仕組み化して展開、うん、していくっていうね、ことですよね。確かに、はい、で、これが2つ目で、はい、で、3つ目がね、僕が今回は一番皆さんに、ね、伝えたかったところで、はい、まさに小山さんが言ってくれたんですけど、うん、エクスプレッションっていうことなんですね。まあ、表現力っていうことなんですね。ああ、表現力、
はい、うん、こう、まあ、これ、勘違いしてほしくないですけど、いかにこう自社をよく見せるかっていうのが、はい、うん、アメリカの会社ってめちゃくちゃうまいですよね。うまいですよね、なんかいくつか参考案ね、見せていただきましたけど。はい、もう動画の作り方もすごいし、うん、ね、イベントやるにしてもね、なんかコンサートみたいな感じですもんね。そうですね。はい、でもこれってやっぱり大事だなと思って、やっぱりこういうのがないと、いいものも広がらないですからね。はい。うん、で、これこの前、なんか MA の関連のなんか会合、うん、だいぶ前ですけど、出たときに、勝間さんもいたかな、その時。なんか、その会合に出てた一人の人が来たのが、はい、ほとんどの中小企業とかスモールビジネスって、うん、自社のその会社概要っていうか、会社紹介の資料すらまともにないっていう。あ、そうなんですね。はい。多分僕そこ出てないと思いますけどね。あ、そうですか。うん。そのなんか、それすらまともにないってことは、要するに自社の魅力っていうのを伝えることがすごい難しいですよねっていう。そうですよね。思いはあっても伝えられないというやつですか、ね、そう、うん。はい。で、この、まあ、さっきのね、ジェネラルの話にもつながるんですけど、そのちゃんとした自社をプレゼンテーションする資料とか動画とかが完璧に沿っていれば、はい、別にオーナーじゃなくても自社の魅力っていうのを伝えることができる。確かに。まあ、それは会社を買う相手にしてもそうだし、うん、お客様に対してもそうでしょうということですよね。うんうん、で、この前の、ね、勉強会の時には、小山さんが実際のアメリカのですね、フランチャイズ本部で、うん、大成功してる会社 そのプレゼンテーション資料を見せてもらったんですけど、はい、そうですよね。まあすごいですよね。まあすごいですね。はい、うん、まあこう自社の強みから、さっきのストーリーから、うん、どうやってマーケティングしてるのかとか、はい、まあ、どうやって顧客管理してるのかとか全部もうまとめてあると、うん、いうことですね。やっぱこういうのがないと自社の魅力って伝わらないと、うん、で最近だと、まあ、ウェブサイトを簡単に作りますけども、結構ウェブサイトもね、まともにない会社って意外と多かったりするんで、今まだそうですね。はい。はい、そうそう。うん、だから日本の会社って、やっぱこの中ね、表現力っていうのをもうちょい磨くといいのかなと思うんですよね。うん、そうですね。やっぱり、日本の良い商品とかサービスっていうのを、うん、まあ、やっぱり仕組み化して広げていきましょうっていうのが僕らの基本的なコンセプトだと思うんですけど、うん、その広めるにももちろん、仕組み化されていくことは前提ですけども、はい、それをいかに見せるかっていうところはね、ないと、魅力が伝わらないですからね。そうですね。うん、仕組み経営で、まあ、言うところの、まあ、感覚パッケージというものの中の、あ、そうですね、はい、うん、だと思うんですけれども、はいはい、まあ、小山さんのお話をお伺いしてて、やはりですね、こういう成功するあの、まあ、フランチャイズとか成功する会社っていう話を聞いてますと、はい、そのまあ、プレゼン資料とかね、そういう動画とかも全部そうなんですけど、すべてそのストーリーからの一貫性が感じられるんですよね。あ、うん、自社のそのヒストリーとかビジョンもそうだし、強みもそうだし、うん、その戦略的なところとかビジネスの見せ方とか、それこそ本当仕組み作りのところまで含めて、うん、なんか綺麗だな、美しいなって聞いてて思うんですよね。うん、そうですよね。うん、で、一貫性があるし、すごいなんか具体的に全部、うん、なんか見えてるし、はい、うん、なんかあのそういう要素が詰まってるんだなっていうのって思ったんですけど、まあ、それを、ね、うまくまとめてくださったのが小山さんのお話だったなっていうね、うん、僕は思いましたね。うん、そうですね。うん、まあ、確かに そう考えると、フランチャイズって、ね、加入すればお金がなんとか生活していけるみたいなことじゃなくて、やっぱり、はい、その感情的なつながりから来る、うん、ね、そのコミュニティとか、はい、お客さんとつながりっていうのがあって、うん、でそれがあるから最終的に利益は儲かるってことでしょうね。はい、うん、ですね。まあ、そういう意味でね、まあ、そう、今のでまとめますと、うん、8つのうちちょっと3つだけご紹介したんですけど、まあ、1つはストーリー、はい、で2つ目がジェネラルってことで標準化、はい、3つが表現力、うん、この3つが組み合わさるといいフランチャイズになるし、はい、一般の会社でもいいビジネスになるということかなと、うんうん、ですね。はい、そうですね。まあね、これは聞いてる方、8つのうちの3つって言って、じゃあ、あと残り5つなんだよっていうのが、ちょっと気になると思うので、ちょっとキーワードだけ、はい、ちょっと、はい。あ、そうね、ちょっと思うんですけど。はい。まあ、2つ、あ、じゃあ、
そこに5つですね。そうですね。はい。まあ、1つ目がストレングスってこと、強み。強み。自社の強み。うん、はい。でもう1個が戦略。うん。戦略ですね。はい。で、3つ目がパフォーマンス。パフォーマンス。あの、実績。まあ、実績ですかね。はい。会社としての業績。はい。はい、で、4つ目が当然、収益性。うん。ですね。はい。これさっき言った通り。はい。で、最後がチームということで、まあ、経営チームですよね。うん。はい。それではね。まあ、やっぱね、うん、はい。大事。まあ、一個ちょっと、もう一個、そのチームのところで言いますと、僕がいいなと思ったのは、はい、その小山さんが紹介してくれた今、一番アメリカで成功しているフランチャイズビジネスなんですけど、はい、そこのトップの人が言ってたのが、うん、要は、なんていうかな、その経営メンバーを社員というよりも、やっぱ起業家として扱うと、一人の。うんうん、ええ、だそこはね、僕はね、なんかすごい良かったなと思って。なるほど。はい、まあ、ガーバーもね、常に言ってるんですけど、企業家的な会社を作るには、すべての社員にこう企業家的な資質がこうないといけないというふうに言ってて、はい、それを実践してるんだなと思いましたね。なるほど。はい、うん、というやつですね。いやでも本当になんか一つ一つ大事だなって思いましたけども、はい、うん、まあ、深掘りしてね、特に今回の3つっていうのは、はい、まあ、大事だなというふうに思いましたね。はい、そうですね。はい、はい、まあ、ありがとうございます。はい、それでは仕組み系ポッドキャストフランチャイズから学ぶ成功する会社の3つの極意をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。